早速ですね、訓練に入るわけなんですけれども、今回はですね、大規模災害発生したときにですね、観光関連事業者の方々の安全はもちろん、安全を確保しつつですね、おられる、観光客等の、を高台など安全な場所に案内して避難誘導する、訓練です。で、訓練は防災無線で流れます。それを聞いてですね、避難誘導の案内役の方も、従って避難場所に、移動するんですけれども、発生からですね、おおむね約20分後に大津波が到達するという想定となっておりますので、ただいまから訓練放送を行います。緊急地震速報。誘導するさ、ホテルに行きましょう。大津波警報が発表されました。左に曲がってまっすぐ進んでください。お疲れ様でした。ただいま2時に防災行政無線の音がありまして、今ちょうど2時20分以内に皆さん避難が、できたことになります。で、また後ほどですね、先ほど、集合していただいた1階の、プレシャスホールの方で、今の避難訓練の公表と、振り返りの方を行って、また3時半からですね、防災講演会の方を行いたいと思います。ではそれでは皆さん移動の方よろしくお願いします。今日の進め方です。振り返りと公表、それから沖縄における観光機関についてまとめという形で進めさせていただきます。まず訓練の概要を確認して、訓練の実施場所、全振り返りですね。防災機関の視点、それから情報発信伝達と情報ニーズという話を進めていきたいと思います。最後に想定事例の検討ですね。今回の事例からステップアップ、取り組みはどうしていいかということを皆さんと考えていければなと思っております。2番目として避難に向ける観光機関、今回のものがその防災の視点だけではなくて観光の視点での危機管理防災でもありました。観光機関は観光機関の必要性、それからまとめとして今回のような多機関が連携して動く必要があるケースですね。その時に必要な、視点だったり意識はどこにあるのかを共有できたらなと思っております。東なんですが、訓練の実施場所としては、三波岬と、それから憩いの広場、ビーチの3方向、3地点から始めていきました。地震津波が発生して、岬ビーチからの避難が今回の訓練の内容です。訓練の内容としては、防災行政無線による放送や、観光事業者様、風の警察署員、海谷地方署員による避難誘導ですね、放送と声かけによる避難誘導、安全な場所に20分以内で避難できたかどうかでした。ビーチからの方でちょっとお一人お話を伺いたいんですけども、すいません、私 の, 前から一緒にお仕事させていただいている皆さんのやる気様、すいません、お話を伺ってもよろしいでしょうか。ビーチにいらっしゃったと思うんですけども、発災直後、何が起こったかってすぐに分かりましたでしょうか。まあ、地面が揺れた。放送 の, 第一歩、いつも聞いてるその、なんていうんですか、警戒音というもので、何か起きたということは感じました。その後5分に、津波警報を鳴ったかなと思うんですけど、その間、もしかしたら数分間あったのかなと思いました。で、その時に何かこう、感じられたところありますか。どういう行動を取ったらいいかってことを考えられましたか。はい、私自身は残波ビーチで、観光客、土地勘がない状態なんですけども、健全な形というふうな役でした。まあ、その中で、第一報が流れて地震が起きたんだなというのが分かったんですけども、第二報はビーチのおそらく放送だと思うんですけども、そこでの案内で、状況を確認しますということを聞いたときにはホッとしました。
放送があって、まあ、情報が得られてっていうところで、まあ、安心感があったというところですね。でそこから、まあ、あのビーチの放送で、津波が来るっていうことと、その避難の呼びかけがあったと思います。その避難の呼びかけでどこに避難したらいいかっていうのはすぐに分かりましたか？まず周りを見渡す時間というのが実際にあったんですけど、それは、第2報が来る前にちょっと間が空いてたという気がいたします。でその時に地震が起きて津波なんですけども、実際にどこに行ったらいいかというのは、観光客だとその高いホテルに行くのは分かるんですけども、どこから行ったらいいかというのは分からなかったです。ただし、担当の方が目振り手振りで、遠くから来ていただいて、大体進むべき方向を分かったと。あと3階に避難しました。避難場所としてですね、3階に避難場所を着いた時に、まあ、第一感というかどういう思いになられましたか？最初に和室だっていうのは一瞬バッと思ったんですね。でやっぱり足腰がきつい方、座れない方はどうするんだろうなっていうのが言ってありました。もう一つはもし災害の時に自分の持ち物を手から離すかどうかっていった時に、中の方にも聞いたんですけども、靴はどうしたらよろしいんでしょうか、できたら持っていたいなという気はします。